お豆腐製品は北海道神宮駐車場内レストランメメで。 暑い夏を快適に。今年は除菌も除湿も当たり前の。多機能エアコンがおすすめです。扇風機と併用でさらに節電も。最新冷蔵庫、洗濯機、調理家電もお任せください。即日即日、整備配達が便利。駐車場もございます。お店でもネットでもみんなのヨドバシカメラ。 SCB ラジオ道路交通情報。カッシェードガレージの日光金属株式会社三幸産業の提供でお送りします。交通情報センターは若山ゆかりさんです。ゆかりさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お伝えします。道道をはじめ札幌道、道東道、車の流れは順調です。今朝は広い範囲で雨が降っています。雨足の強いため道東道の下川戸インターと友もインターの間は 最高速度が50キロに制限されています。道路の峠越えに色がない場合、リレー使いで100m ぐらいです。気をつけて見てください。旭川門別道、深川リマンド、北田道は完全に流れています。主な通りの状況です。札幌近郊の中山峠や福津方面の西尾峠、上田方面の関田方面など、午後雨が降っていて、雨が降っています。 交通整理に従ってお取りください。 日本道路交通情報センターの和歌山もお伝えしました。ちょいちょい、いちいち立たなくていいな。もう、ロースケ水がとティッシュボックスの自慢になりますけど、ヤンガーの戦力の皆さん、ティッシュボックスを股間に置くのはやめますから、ね、なんかちょっと変ですから。コマーシャルの後は、また北海道、撮影お便りご紹介ありそうな。開業した家には、第二の人生があります。